ハッピーバースデーオーレということで、25歳になりました。どうも皆さんこんにちは、コスケです。本日8月28日なんですけれども、僕1990年生まれなんですよ。で25歳になりました。で、今日なんですけど、あのエヴァンゲリオンコラボガチャですね、動画で引いてないかったですよね。で実はコンプしてるんだす、俺なんでですが出すになるんだろうな、してるんですよね。でどこでしたか、ボストンでしたんですよ。あの先日ね、あの8月の中旬から26日まで、あのポケモンの世界大会でボストンに行ってました、はい。でそこで、マックスムライブの有料会員、ニコニコのそこでコンプしたわけなんですけども、あの集会してたらね、まあエヴァンゲリオンコラボ集会してたら、多分してる人だったら分かると思うんですけど、ミサトが超大量に余んの、このミサトタマドラが。でミサト一体、まあこんな感じなんですけど、まだちょっとプラス中途半端、覚醒してないレベル9、まあレベルはこれはまあいいとして、まあこんな感じなんですね。ただね、これ9ターンでダブル攻撃耐性で、かつエンハンス付きなんですよね。ヘイスト付き、エンハンスじゃない、ヘイスト、自分以外の味方スキルが一旦たまる。なので欲を出してもう1体欲しい、誕生日なのでいいでしょう、ちょっと欲を出しちゃいます、もう1体欲しいということでミサト引きます。つまりこれはエヴァンゲリオンコラボガチャという名のミサト出るまでガチャです。参ります、1回で終わります。お疲れ様でした。この辺からちょっと変、まあでもじゃ、まあまあそうだよね、まあ俺やめよう、言い訳になる、やめよう。でも結構俺さ、そのエヴァのキャラだと誰が好きってことはないんだけど、特別ね、ただ個人的にはアスカは結構評価高いですね。評価高いっていうか、なんていうか、そのこの負けず嫌いな感じ、こういいよなとは思います、人としても。うん、サトが出れば終わりなんや。シンジマね、3体おりました、スキルレベル上げは3体で、でアスカが2体目がスキルレベル7か8ぐらいです。で13号機シンジ&カオルも、1体終わったんですけど、シンジ&カオルがねやばかったんすよ。70体ぐらいかかって 2.5 倍なのにね、ゴスル結構食らっちゃってですね、やっぱりよこれ切断しながらさ、何も考え、やばい、ほんとねエヴァガチャは結構闇深いと思うんだよね。ただねボストンの時はね1万円かからなかったの、コンプするまでに。なんと、プシューンっていう音がいいよね、この、いやだよね、こっちの正気が、ほんとこっちがプシュー、あやべマスカした、マジマジ、もういいや、まあいいんだ、いやよくないわ、よくないわ、全然よくないわ。10回引いたよね、今もうね。喋ることによってさ、いろいろこう発散はされるんだけどさ、ちょっと待って、一旦これ流れが悪いから一旦切ります。ここパート2でお会いしましょう。俺もう、いや10回で弾けると思ってた、すいません、ちょっと自分のあれでした、あのマンシンがありました。パート2でお会いしましょう。